以前は相手に強い打撃を与えて倒すこと、ノックアウトすることが実践だと考えていました。しかし中国武術を学ぶようになり、最終的には敵を仕留めるというところまで技術体系が組み込まれていることを身をもって知りました。この経験により実践という概念そのものが変わっていきました。